レーベンシュタインはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン郡に属す州ではよく知られた保養地となっている小都市でハイルブロン市の南東 20km に位置する。この都市はズルムカーカミ流域レーベンシュタイン山地周辺部の標高 220m から 550m に位置する。1970年代に作られた人造湖ブライテナウアー湖が地域の一部を占める。 レーベンシュタインに隣接する市町村は南から時計回りにオーバーシテンフェルト、バイルシュタイン、ラウフェン・アムネッカー、ウンターグルッペンバッハ、レーレンシュタインスフェルト、オーバーズルム、ブレッツフェルト、ビュステンドートである。オーバーシテンフェルトとブレッツフェルト以外はいずれもハイルブロン軍に属す。レーベンシュタインはオーバーズルムと共に行政共同体を形成する。 東側から見たレーベンシュタイン・レーベンシュタイン市には、中核地区の他に、ヒルバイラー地区、ヘスリンジュリツ地区、リヒテンシュテルン地区、ライザハ地区、リッテルホーフ地区、トイスアーバート地区からなる。シュトックスベルクの狩りの家がある、標高538.9メートルのシュトックスベルクの山頂も、レーベンシュタイン市に属すが、この山の北斜面及び、東斜面は隣接する。 バイルシュタイン市のシュトックスベルク地区に属している。1820年頃のレーベンシュタイン牧系レーベンシュタイン城は、1090年にカルフ博によって建設され、これにより、その冒険はレーベンシュタイン博を名乗った。この城の麓にある村は、1123年に初めて文献に記録され、1287年にコーテールドルフ一世により、都市に昇格された。 城と町は1277年にビュルツブルグ市教区にその後すぐにハプスブルク領に編入された。1441年にはプファルツ選定校がレーベンシュタインを獲得した。プファルツ選定校フリードリヒ一世の息子であるルートビヒ一世は第三のレーベンシュタイン博家を創設した。1504年ランツフーと継承戦争の際にレーベンシュタインは ビュルテンベルクコウルリヒに占領された。レーベンシュタイン博は1510年に婚姻によりベルトハイム周辺のベルトハイム博領を獲得し1584年にその地へ移転して以降レイコールベルトハイム博を名乗った。30年戦争ではレーベンシュタインも甚大な被害を受け一時期は廃墟となった。レーベンシュタインは1810年に ビュルテンベルクのオーバーアムトバックナンクに、1812年にオーバーアムトバインスベルクに編入され、このオーバーアムトが廃止される1926年まで、これに属した。廃止後は、オーバーアムトハイルブロンに編入された。第二次世界大戦では、1945年4月14日に連合軍の空襲を受け、死ノ3、4が破壊された。 16世紀に建造されたレーベンシュタイン城も失われたものの一つである。この戦争後に町は再建された。現在のレーベンシュタインの地域はかつて首都海のリヒテンシテルン修道院領であったが1535年の宗教改革により放棄された。その後、修道院の給料を管理するクロスターアムトができ1807年まで存続した。アムトの廃止後に 1835年から子供のための養護組織となり、1865年には王立の組織になった。現在、この財団は、レーベンシュタイン、オーバーズルム、ハイルブロン、エッピンゲンに施設を有している。レーベンシュタインには、プロテスタントの教会組織がある。カトリックの信者らは、オーバーズルムのアファルトラハチ区にある教会組織に属している。 市役所レーベンシュタインの議会は12人の議員からなる。議会はこれに議長を務める市長を加えて運営される。図柄上下に分割。上部は銀と青の斜め一末模様。下部は金字で身部の青い山の上に赤いライオン。旗の白は青から白である。レーベンシュタインの紋章は1498年の市の印象に初めて登場し、 その後すべてに現れている。身分の上のライオンはカルフ博家の紋章デザインである。レーベンシュタイン氏の紋章が白尺家の紋章と異なるのは王冠をしていない点にある。銀と青の一末模様はバイエルンの紋章でプファルツ剪帝校フリードリヒ一世の息子でビッテルスバフハ家のルートビヒ本ンプファルツバイエルンに由来する。ルートビヒは1494年に 皇帝マクシミリアン一世にレーベンシュタイン博として認められ、第三のレーベンシュタイン博家を創設した。彼は古いレーベンシュタインの紋章に自らの先祖伝来の紋章を追加することにした。両者を組み合わせた現在の紋章は1494年以前にはありえないので1494年から1498年の間に確立したものであると考えられる。 レーベンシュタインはビュルテンベルクワインの有名なワイン町であり、見どころの多いビュルテンベルクワイン街道沿いに一致している。14世紀に建てられた保護文化財建造物、フライハウスがマンフレート・キーバー博物館に利用されている。レーベンシュタイン城塞の塔フライハウスブライヒコ1970年代に作られた人造庫であるブライテナウアーコが、 レーベンシュタイン市の地域の一部にかかっている。レーベンシュタインからウンターグルッペンバッハのフォアホーフ、方面へ向かう途中にブライヒコがある。この湖は1978年に指定された風景保存地区、ブライヒゼーの中心にあたる。ゼーミューレ地区には2004年から2006年にかけて TSV ローエンスタインのサッカー場が造営された。トイスアーバート地区には ミナールブルニン・カール・ロッセル GM ・ GMBH&COKG、OK、があり、光線からミネラルウォーターをボトリングしている。年間1億本が出荷され、トゥーサー・ウンとローエンスタイナーの商標で販売されている。ブドウ栽培は、レーベンシュタインワイン醸造共同組合の加盟員と2つの独立系生産者によって営まれている。ここは、ビュルテンベルクワインの産地区分では、 ビュルテンベルガー・ウンターラント地方のザルツベルク大地区およびショザッハタール大地区にあたる。レーベンシュタインは連邦道 B39 号線沿いに位置する。B39 号線の山間部の曲がりくねった区間は暖かい季節には多くのオートバイ愛好者を引き付ける。レーベンシュタイン地区とヒルバイラー地区の間の展望台公園は季期,期間中だけ営業している。 レーベンシュタインでの出来事は日韓紙ファイルブロナーシティンメのバインスベルガータール版に掲載される。レーベンシュタイン病院、レーベンシュタインのヒルバイラー地区の近くには1960年に肺病専門病院として開業したレーベンシュタイン病院がある。ありがとうございます。